ぶつかりゲーク、ぶつかりゲーク、頑張ります。なっちゃうな。ぶつかりゲーク。違うな。なんだろうな。これのよしよしよし。あ、じゃあこれ行こう。さあ、加賀選手、ここくぐれるか。くぐった。さあ、続いていくぞ。うわどうも皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。川上でーす。まさかの終われるところからスタートしております。さあ、まさか、オープニング、よし、くぐった、くぐったと思って、あー、クソ、バレた。くぐった、くぐったと思って、行こうと思ったら、この絵ですよ。よいしょ。これまだだな。いろんなところに何かある。あー、日ゼロ、間に合うか、間に合わなかった。よし。あー、海将軍のパート、7です。よろしくお願いします。だから、見えとる、見えとる。BGM 壮大なんだよ、なんか、いちいち。ほら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 。絶対見えてるって、それ。絶対覗かれるやつやって。寝てる？大丈夫か、かがつよし。消えたし。あれ？今回追いかけてるやつ、案外ちょろいな。ちょろすけやぞ。そしてなんか、割れたビール瓶が落ちてる。最近のもののようなもん。え？ビール瓶が？ビール瓶が落ちてる？宿泊あげてるのが、あ、猫ちゃんたちがいる。猫ちゃん？ちゃん？猫ちゃん？ダメだ。反応してくれません。うん。別にキーボードがおかしいと。うわ、びっくりした！びっくりした！そういうこと？猫ちゃんかわいいね言うてた、君かわいいね言うてたところのこれかよ。あー、ゴー！いたいたから、見えてるって。普通やったら気づくて。なんでよ。もう逆に追いかけ回してるやつにいて、なんで気づかへんねん。やつがアホで助かったぜ。ほんまやわ。お前アホやな、あいつ。一番アホな回やで。絶対警備員の仕事させられへんわ。さて、あれ調べられるのかな、こことか。うんー言うてたからびっくりしたもん。で、ここからビョーって出てくるし。いや、こんにちは、みたいな。隙間からこんにちは。隙間スイッチですか？まあ、ということで、パート7はいきなりの、なんか波乱の幕開けでございましたけど、皆様いかがお過ごしでしょうか？ちょっと動画の更新の頻度が遅くて申し訳ありません。うわ、来たね、洗濯機だぜ。洗濯機自体を洗濯してもらわないとね。ガラクタが落ちている。お、ライトを見つけた。ねえ、ゴーストライター、サムラゴーチやな。サムラゴーチを見つけた。よし。で、そのライター見つけたはええけど、そのどこで使う？うわ、ボロ！なんかあるかな？さらか、武器としてはなしだな。いやいや、青鬼では、あ、武器ではしないか。この重さじゃ何も入ってねえな。開かないようだ、そっか。亀裂があるかと。あ、ちょっと待って、この亀裂も？あ、別に何もないのか。ふむ。じゃあ、とりあえず、こっちは何もないっつ。さて。なんかこの看板なんだ？なんて書いてあるの？これより先に日本語憲法は通用せず。え？伊藤博文先生ダメってこと？伊藤博文さんは通用しないっていうことか。昔の家って感じだぜ。ここからでは届かない。あれを取るための足場が必要だな。
足場か。ん？お、ここ隠れるんじゃねえか？あ、あじゃあ次来たら隠れましょう。足場、じゃあちょっと足場的なやつを見つけたら、そこでやるかい。やろうかい。やろう毎回。顔漫画。相手が人間だったら使えるが、かい相手じゃ役に立たねえ。ね、この、クワかな。そしたら次上か。お？亀裂が入ってる。壊せば中に入れそう。道具がないから。車輪が壊れてるな。ハンドリフトで動かしてんのか？ガチで邪魔だな。こいつをどかさないとな。後ろに倒すこともできねえから、何かで引っ張るのも手だな。なるほど。ロープを入手する。封鎖されている。なるほどな。じゃあ次の目的はロープを入手するってところですね。まあそのロープを集めるために、ちょっとこのライチューをね、ゴーストライダーを、使わないといけないってところか。はてさて、はてふむ。どう使えばいいのかな？はてさてふむーやな。できるかなー。できるかなー。これさっきライター見つけたところやもんな。大きなコラボ。だから足場になりそうなものを見つけるっていうのも一つの、あれだよね、探す手だよね。あと探しないエリアどこだろう。なんかありますか？そこの箱とか全然足場に使えそうな気もしなくもないけどね。から、この重さじゃ何も入ってないって言うんやったら、それなりに重くはないってことでしょ？重たくはないんでしょ？重たくはないっていうことは運べるってことでしょ？あなたの力でも。加賀剛くんよ。あれ？ここ、行ったわ。で、ビール瓶。ね、投げつけられて、で、猫ちゃんがいたとこだったけど、お、数年前の薬品があるとかあるって今。なんも。ここに隠れるの無理だな。とか、今のところ全体的に隠れてる場所ほとんどダメな気もするけども、あの、ほんと幽霊がアホやから、入り口が塞がってるから、ここはいけないでしょ？あ、待て。穴が開いて、オーラ入れた。暗っ！あ、覗けんのか、これ。びっくりしたよー。よし。隠れ。あ、今回はちゃんと隠れられてるんじゃない？いや、でもちょっと足見えてるからな。でも今までに比べたらまだマシなような気もしなくもないかな。大丈夫？大丈夫やった。体重の先だけで壊れそう。次は見つかるな。ああ、次は見つかっちゃうな。うわあ、もう、覗き穴なのかな。穴に入れねえかなと思ったら覗いたんやな。覗くのはやめておこう。どうしよっかな。で、入り口封鎖されてんでしょ。なると、どこに行こうか。どこへ行けばいいのやら、どこでもいいわ、映画にしようか。どこでも映画でないかいっていうね。うわー、出た！ちょっと時間経過でも出てくんのこいつ。よーし、ちょっと、
ちょっと違うエリア行こう。来てる？来てる？来てる？あれ？あ、来てるわ。来てるわ。あかんかん。え？ああ！あちゃー！ズーン。彼は世間に顔向けができません。お！カボチャを見つけた！やった！なんか知らんけど、カボチャを手に入れしまった。っていうことあれか、やっぱこのエリアで俺探索し足りなかったんだな。ほらやっぱり探索足りなかったわ。ちょっと入ってみましょう。おー、なんか小さな鍵穴が。こんなおけ使い道なんかねえよ。小さな鍵穴があるってことは、なんか小さな鍵的なもの手に入ったらここに来ればいいんか。ってことはよく考えるとマップは広いな。で、カボチャをどこで使うかやなぁ。あ、来る。来たー！ダイブ、ダイブみたいな感じで来たー！オープニングのデジャブや。あ、やっちまった、やっちまった、やっちまった。あダイブしてきただろう。ここに隠れる。よし。なんだか無事に済んだ。で、この、あれを取るために足場が必要ってやつ、これもしかしてだけど、もしかしてだけど、やっぱり？はっはっは！嘘やん！乗れるの？そのカボチャ。やった、西の鍵を入手。セーブしよう。西の鍵っていうことは、こっち側か。でも鍵かかってるとこなんかあったっけ？気をつけろよ、俺、ここ。出てくるかもしれねえぞ。一つ目が。一つ目出てくるなんてねんねんと。一つ目出てくるなんてねんねんと。もうちょっといい、もうちょっと言い方、だから。一つ目出てくるなんてねんとって。西の鍵ってことはこっちだもんな。あれ？この猫ちゃんたちのところかな？もう一回行ってみるか。やっほー。で、帰ると。いや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 、いやいやいやだよ、もう。いやいや、おーおい。さてさて、巻きますか？巻きは、おう！普通に、ちょっとあたり見回せばさ、いるって気づくけどね。しかし、このライターは何？あ、待てよ！ライター？今、ふと思ったぞ。だって、こうやって戻れて、さっきカボチャ取ったから、もしかしたら、なんか暗くて入れない言うてた、洞窟。エリアみたいなところ。これ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 ！入れんじゃないかな？おーら、来た！来たよー！ライターつけながら。ちょっと一応ね、周りを確認しつつ。お、なんか祠がありますね。何かある。お、東の鍵。あ、西へ、東へ、やな。セーブしとこう。西と東、だから東西線の鍵だよね。いわゆる。
西と東？ここか？ここのエリアで使うのか？うわー！そんなところからなんかチューブ状になって出てきますか？うわー言うてもたやなか。ちょっと待ってよ。どこや隠れポイントは。にゅるーって出てきたもんな。今びっくりした。ちょ、隠れポイントどこや。4、3、2、あったーだからもう隠れてへんしね。もう、ほんとに。ちょっと見上げればすぐそこにおるよ。予想外だったわ。そして、カインもカイでさ、それで立ち止まるんかい？いてっていう感じに。こういうところなんか使うんじゃない？なんか。うん、危ねえ、危ねえって。でも、西と東？西と東？あ！もう一つあったな、そういえば、鍵かかってるって言ってた。確かここ、これちょっと入りましょう。小さな、おー来た！西の鍵を使い、東の鍵、西、東、やな。おー、御神刀を手に入れた。しかし、御神刀を手に入れて戦えるのか、これ。ちょっと俺、セーブ忘れんな。よし。で、どこで使う、これな、どこで使えばいいんだ、ご神道の。行ってみるかい？あ、真ん中のエリア。真ん中のエリア行ってみるかい？あ！ここだ！この亀裂が。ここで護身と使っちゃうね。来たよ。ほら。絶対バチ当たりのことしてるけどな。よっしゃ、いけた。ほんまに刀をこんな使い方してね。おー、来た。ロープ。ロープゲッチュ。で、なんだこれ。使う用途がないな。これは虫だ。肥料が積んである。中身は空っぽ。そしてそこのバケツは何だろうな。虫が浮いてる。綺麗な水のなさそうだ。いや、そらそうでしょう。で、ここは何もなさそうだ。何も。使えるものはねえな。よし。じゃあ、ロープを使いましょう。ロープ使ってこのエリアをもう、ね、早く抜けたぞ。もう3回ぐらい死んでるから。で、一個、引っ張れーって。うん、力、力持ち選手権みたいな感じで。ね。力自慢か。力自慢の、こう、好評みたいな。引っ張ったんやな。よっしゃー、いけるー。でも、セーブ推奨って言われたから、セーブしたけども、多分、来るな、あいつ。ん？おー、行動に出れたー。ようやく見えてきたか。これで帰れるぜ。そうは問屋を下ろさない的なあれでしょ？ん？ああ、ほら、不思議な踊りし始めた。あの野郎、まだ探してやがる。へ、安心しろよ。もう二度と来ねえからよ。スクープよりも命が大事だぜ、たるよ。大丈夫、本当に。あ？ん？え？かがちゃん？つよしくん？いつの間に寝てた。いや、それよりも。やべえ、こいつ、ここまで追ってきやがった。
早く起きねえと。くそ、眠すぎて動けない、死んじまう。 BGM が死んでたまるかよ。え、Z だ、死んでたまるか。え、あ、こういうことか。連打、相手の下のなんか、その相手のゲージよりも早くたどり着かせろ。間に合った？おー、よかった。目がってか、なんちゅう力の回や。そして、おお、うお、そこに。よう、加賀、こんなところで何やってんだ。うおー、高木、うるせえな、この野郎。どうやら怪我はなさそうだな。なわけねえだろ、死にかけたわ。全部喋ってもらうぞ。ここで何があったのか、そしてあの化け物は何なのか。マジで助かったぜ。よかったね。そして高木さん、めちゃかっこいいな。すごい弾バババーンって打ってたよね。かっこよかったな、今の。そしてよくわかったね、ここにいるってことが。あの目だ。俺も長谷川もあの目にやられた。うまく言えねえが、あの目を見ると得体の知らない不安と恐怖感が襲ってくるんだ。そんで、息が苦しくなって、あのざまさ。大体の話は理解した。それより前、やっぱり会議の動向に気づいていたか。だから前にも言っただろうが。素人が首突っ込んじゃねえ。その程度で済んだのが奇跡的だな。助けられた手前、言い返せねえ。お前の助手、長谷川だっけ？あいつ、泣きながら特務課に駆けつけてきたそうだぜ。何？中川か、通達があってよ。未開山で会の襲撃情報があったから様子を見てほしいと頼まれた。ご存知の通り、今回の異変を受けて、特務課はパトロール強化中でな。運よく近くに俺がいたってわけだ。そうだったのか。話を戻すか。お前が遭遇した回、実は心当たりは知ってんのか。他の奴らはだいぶ詳しいぜ。だったら教えてくれよ。一体何なんだ、あや。女子。え？女子？初めて聞くな。女子。世界の広範囲に分布する民間伝承の一つ。悪意を持って相手を睨みつけることによって対象となった被害者に呪いをかけることができる。イビルアイ、ジャガン、マガンとも言える。あれやん。ジャガンの力を舐めるなよっていうやつやん。なるかな？演説国流派ホテルになるのかな？それが、こう、練習していく。俺は仕事から海外に行くことが多くてな。数年前、北欧のとある町に滞在していた。おう。その過去のシーン。お！ブロンドボーイ。12月の中頃だったかね。ある日、現地で知り合った男が面白いものを見せてくれると言った。俺はそのまま人気のない路地裏に連れて行かれた。え？こいつはやべえ。怪しい匂いがプンプンしやがる。狭い路地を抜けると、薄汚れた小さな家へと案内された。最初はストリップの類かと思ったぜ。まあ、こっちもチップを用意しといたからな。中に入って俺は驚いた。外見は水風呂らしいが、家の中はまるで違う。壺、金属の類、香水の香り。一目見て一級、
一目見て高級品だとわかるものばかりだった。そして俺は多くの小部屋に通された。誰かいるな。そこには見た目60ぐらいの男がいた。ただ異様だったのが、家の中で、じゃあ、もう一回行こう。そこには見た目60ぐらいの男がいた。ただ異様だったのは、夜で家の中なのに不自然なでかいサングラスをかけていた。現地の男によれば、そいつこそ邪視の持ち主だという。人や物に災厄を起こす神秘的な面、マフィアたちの抗争にも利用され、金さえ積まれれば殺しもやるという。俺はからかい半分で説明を聞いてみた。この男もどうせインチキ、ペテン師の類であろうと。すると、男がとある提案をしてきた。君がどうも信じない様子だから少しだけ力を体験させようと。願ってもない申し出で、俺はこれを快諾した。今からあなたを調べ上げる。誤解しないでもらいたいのは、それだけ私の力が強いからだ。私はほんの一瞬だけ、私の目のあなたの目を見つめる。やることは、ただそれだけだ。あなただけ見つめてるってやつだろ。俺は目に細工でもしてるのかと思った。もしくは、甲に幻惑剤を仕込んでるのかもしれない。忠告を無視して男に近づいた。そしてそいつは静かにサングラスを外した。本当にな、さっきのお前みたいになったんだ。おお、死にたくなるんだよ。なんてことはない普通な瞳なのにな。とにかくこの世の全てが嫌になる。何かの暗示とか催眠とかそういうレベルの話じゃねえ。はあ、本当にあるんでしょうかね、そういうのもっていうのが。あの化け物が本物の邪視なのか、あんな風に育てられた人間なのか、それは俺には分からねえ。ただあれは逃げるだけじゃダメだ。死ぬ気で立ち向かえ。じゃなきゃ自分が死ぬことになる。悪かったよ。ふん、でもよ、正直お前のこと見直してんだぜ。なんで？お前自分を犠牲にしてあい女子をた化け物から逃がしたんだろ。やるじゃねえか。だろ？だろ？ってね。まあ。いや、まあ、嘘ではないけどね、確かに。はい、ということで、じゃあ、セーブをして、ゲームを続ける、じゃないですけども、もう結構いい時間なんで、今日はここまで勝利コードになります。いわゆるチャプター2、なかなか面白かったですね。ということで、じゃあまた次回もよろしくお願いします。以上、鎌首でした。ご視聴ありがとうございました。